い、大盛りね。とカツ丼です。お米はね、こだわる。力強くやってるように見えるけど、優しく。この中に入ってるって気にならない。なるでしょ。どんな形してんだろうって。何こんな形。いい感じ。美味しいよ。じゃーん。さ、頭良くないんだよね。うちのスタッフにカバーしてもらって成り立ってるっていうお店、気が付かないところをねやってくれたりするのよ。見たい？うん、グー。上手。はーい。180度ちょっと振り返ってみる。サインですか？それ、はい、腕のサイン。これ誰やった？いいね、すげえだね。カツ丼。料理嫌いなんですか？嫌い。これ包丁なんて持ったことなかった。ありがとうございます。もうちょっと待ってくださいね。こうやって開店前からお客さん並んでくれるんですね。ありがたいよね、本当に。仕事は嫌いだけど、幸せ。でも本当に大嫌いだったら僕続かないと思うんですよ。鋭いね。でもそうかもしれない。ただ何を言えば、このホースもうちょっと長いとね、届かないんだよ。そうだね、やっぱりいっぱい食べてもらいたいよね。満足感って大事だと思うし、満足感と食べきれるよ。そう、それを楽しんでもらえたらいいのかな。もうこんな田舎によく来るよね。じゃあ朝は基本もう6時ぐらいにはお店行って。そうだね、仕込みされてて、うん、しないとね間に合わない。間に合わないんだ。周りは見渡す限り山でしょ。あと田んぼね。でもね、うちで使ってるお米美味しいよ、うん、味がすごい美味しい。お米が美味しいってコメントがたくさんあって。嬉しいね。なんかお米にもなんかこだわってたりするんですか？一番こだわってるのって自分的にはお米なの。お米が美味しいとおかずいらないとかって言うじゃない、言う人も いるんだよね、はい、お米はねこだわる。取引先のねお米屋さんものすごくいい人でね、はい、美味しいお米提供してもらってね。あ、ついちゃった。話してるとさ、あっという間だよね。ありがとうございます。はい、換気しないとね。スタッフがね、今日は9時半に来る、はい、うちのスタッフみんないいんだよね。俺なんかさ、頭良くないんだよね。だからね、うちのスタッフにカバーしてもらって成り立ってるっていうお店、うん、みんなね、俺が気が付かないところをねやってくれたりするのよ。本当にね、一人じゃできない。そう、涙出てくるよ、うん。今はさ、コロナの影響で夜はやってないんだけど、以前トラック食堂って感じだったんだよね、はあ、運転手さんが来て。そう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 、トラックの
そこにも取り上げられた。十分前だけどね。勝手に仕込み外すとき。はい、大丈夫です。全般だよね。全般合ってるよね。どうやってね、値段上げらんないしさ。あのメインがね、おまかせ定食ですよね。知ってます、知ってます。あ、そうそう、日によって違うんだけど。はい、なんかやばい、買い忘れですか。なんでわかった。今日はさ、ミックスぐらいにしようと思ったのよ。ちょっとメニュー変更だね。別にね、受け狙ってるわけじゃないんだけど、メニュー変更だね。今日はエビとアジフライにする。これだよ、普通もこんな感じ。頭ん中考えてんだけど、いろんなこと考えるじゃない。そうすると忘れちゃう。一番出るのはおまかせ定食ですか。ああ、そうだね。やっぱみんな。うん。うちの看板見るとさ、はい、前は寿司やってたんだけど、はい、無駄が出るのよ。今はお寿司はやってないんですね。やってない。まあコロナ落ち着いてさ、したらまたね、新たにまた改定考えてね。はい、うん、冷凍のね、海産物使ってるんだけど、足んなくなったら、そう、そぶた出して解凍みたいな。ご結婚はされてますか。あ、してるしてる。あ、クジラも来るよ。あ、そうなんですね。うん、ここでやられてからどのぐらい経つんですか。ここは、14、5年経ってるのかな。っていうかね、もともとはここ、うちの親父がやってた店なんです。よく言われるのが、はい、徳次郎食堂の徳次郎って、うちの親父が一番最初、はい、屋台村っていうのをやったのよ。そのやった場所が、はい、地名で徳次郎。地元の人は徳次郎って発音する。徳次郎。昔の名残の地名で。そういうことなの。そういうことなの。来るお客さん、みんな徳次郎っていうか人の名前だと思うじゃないですか。あ、そうそう。だから俺が徳次郎だと思いますよ。ちなみに180度ちょっと振り返ってみて。サインですか。ああ、すごいでしょ。毎日一歩前進。それ、はい、俺のサイン。有名人が来たのかなって思ってたじゃないですか。違うんだよ、有名人になる夢があったの。とりあえず有名人だったらサインできなかったら、はい、やっぱりさ、かっこ悪いじゃん。だからサインだけ先考えて、押したらどういうあれだから、食堂の親父だよ。うちの従業員にそれ書いたときに、はい、いつでもサイン書いてあげるよって言ったの。いらねって。誰も見向きもしない。みんな来るけどさ、明るい子たちばっかりでね、うん、いい、本当にいい子。自慢じゃないけどさ、はい、仕事嫌いなんだよ。仕事嫌いなんだ。でも、生きていかなきゃなんないからさ、うん、料理嫌いなんですか。嫌い。でもうちのやつに言わせると、一番今までやってきた中で、はい、合ってんじゃねえかって。ああ、うん、料理人になる前は他のお仕事されてたんですか。うん、全く畑違いのことです。はい、あんとね、会社やってたのね。これ包丁なんて持ったことなかった。手取りや足取りを教わったわけでもなかったから、自分なりになんとかね、やるしかなくて、勉強はしない。俺仕事も嫌いだけど勉強も嫌いだから。勉強も嫌いなの。この煮切りがね、はい、こうね、大変なんだ。うん、そう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 、切る機会でもあればね、いいんだけど。豚バラ炒めを、生姜焼きとかね、うん、全身使って切らないとさ、うん、よいしょ、気合い入れないと体が動かない。いいよとかさ。これもう一個切んなきゃなんないんだよ。誰かやってくれる人いるといいんだけどさ。大体この肉切りだけで1時間休憩するとね、他が遅れちゃう。営業に間に合う。そうだね、やらないと
どん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 お客さんの提供するものが少なくなるよね。お客さんに提供するために。そうだね、それしかないよね。台湾風車ってアジとエビフライ、エビとアジフライ、どっちでもいい。ほんとマジやばい。次は 何がやばいんだって気になるでしょ。気になります。米炊かないと。3章から5章、その状況によって。あ、メガネ外すの忘れたよ。俺にはね、はい、ちょっとした夢があってさ、はい、どんな夢かっていうとね、うちの駐車場あるじゃん、あそこで盆踊り大会やりたいなと思って。来るよね。はい。お米ってあれだよね、お店によって研ぎ方ね違うと思うよね。ほら、頭悪いからなんか変な こだわりっていうかね。で、これザルで研いでるじゃない。だからね、なるべくザルの表面にお米すりつけないように、力いっぱい研いでるように見えるかもしれないけど、その辺は気を使ってねやるのね。だいたい半分ぐらい美味しくなってきた、もう一取り、そうするともう最高に美味しい。力強くやってるように見えるけど、優しくこの中に入ってるって気にならない。なるでしょ、どんな形してんだろうってなります。こんな形そうするとなんかさ、米研ぎも楽しくなってくるよね。仕事嫌いなくせによく言うよって思わない思うでしょ、いい感じ。美味しいよ、今日は大サービス。ちょっと普段より余計に洗っちゃった。自分のやりたいように、教わったようにじゃないから。だからこれを見る人は、そうじゃねえんじゃねえとかって思う人もいるかもしれない。いいんじゃない。肉叩くやつあるんだけど、どっか行っちゃったんだよ。ないんだよね。これチキンカツですね。チキンカツでかいですよ。チキンカツこれが2枚揚げるときと同じでかいですよ。いやすごい。はい。からでもこれが1枚6個つきます。そうですね、社長。そうそうそう。ちょっと食べきれない。じゃーん。なんかいい感じじゃない？入れてなかった。なんかお湯が出ねえなと思った。ずっと冷たいままやってた。そういうことだね。開店まで間に合いそうですか。俺が間に合わないだけ俺にはね、大事な仕事残ってんのよ。何ですか。もう一個肉切りも、もう一個切れてない、切れてなくてそのまんま。いつもこんな状態じゃないか。入れてないよ。もう一個の大事な仕事がね、ありがとうございます。もう一個待ってくださいね。もう一個の大事な仕事、はい、水まき。車通ると煙がで換気してるでしょ、はい、煙が入ってきたのね。こうやって開店前からお客さん並んでくれるんですね。ありがたいよね、本当に。仕事は嫌いだけど、幸せ。やっぱりこうやってね来てくれて。でも本当に大嫌いだったら僕続かないと思うんですよ鋭いね本当に。でもそうかもしれない。
ただ何を言えば、はい、このホースもうちょっと長いとね届かないんだよ。時間かな？OK かな？大丈夫です。 OK？お願いします。はい、大盛りね。お任せが7、豚焼肉とカツ丼です。はい、はい、あふれちゃってるよね。
4つ。換気しっぱなしっていうのは本当に辛いからね。そう、待ってくれ。本当ね、うちのお客さん、それとスタッフに恵まれたね。感謝することばかり。
だね、やっぱりいっぱい食べてもらいたいよね。満足感って大事だと思うし、やっぱりね、中には残すことが嫌だって人も中にはいるんだよね、うん、で、食べきれる量って意外と重要なのかな、はい、満足感と食べきれる量、そう、それを楽しんでもらえたらいいのかな、うん、なんかそんな気がする。料理好きなんすね。好きなの伝わってきますよ。あ、本当？ごめんごめん、メガネがなくてさ。あ、従業員さんみんな優しいですね。あ、そうだね、本当にね、助かってる。僕は飲食の経験がないんですけど、こうやってもうほぼほぼ毎日毎日朝早くからお店行って仕込みして、うん、でもうぶっ倒れるぐらいこうやって厨房で鍋回し続けるじゃないですか。あ、はいはい、大変じゃないですか。どうしてこんなに頑張れるんだろうって思っちゃうんですよ。あ、そうか。なんか当たり前にね、やってるけど、でも飲食の人たちってみんなそうだよね。みんなそうだと思う。な、偉いな。俺なんか本当にね、皆さんのね、同業者の人の何分の1だろうね、多分ね。だって皆さんもそれこそ何十年ね、そういう人たちに考えると。ちょろいような気がするよね。今日撮影してたじゃないですか、僕気を取らないぐらいもうずっと頑張って。あ、そう、そういう風に見えたな。嬉しいな。僕らからするってよかったなって思います、僕。本当にご苦労様だよ。いやいや、こちらこそありがとうございます。会いたいですね。じゃあ失礼します。どうもどうも、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。